キロックコロシアム。サヌキロックチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。ザ・稲妻戦隊です。はい。もうなんかサヌキ YouTube が当たり前にこういうのコメントするんですよ。ねえ。サヌキロックチャンネルで。ね、今回このチャンネルで、うん、はい、50個の罰ゲームをさせていただきます。なんで50個の罰ゲームですね。はい。はい、もうサヌキロックが始まって15周年です。あ、そんなに。我々が上京して21年、はい、デビューしてまあ21年じゃないですか。はい。ということで我々は回数で言うと、回数で言うと13回。コロナで、うん、いや出てないよ、はいはい。コロナ2回中止になって15周年ですが、回数で言うと13回やる、うん。なるほど。我々は結構出させて、まあ、出てますね。まあ、結構毎年出るって難しいことなんですよね。そうね。でこの今年7年目を迎えようとする稲妻戦隊をわざわざ誘っていただきありがとうございます。ありがとうございます。まあその熟年の、我々匠の、プロ男のみの、ブルースサウンドで。違う。ブルースだよ。わかりやすいことだよ。ブルースサウンドで、今年もね、盛り上げたわけなんですけども、はい、なんかどうやら通信中がこれ、温度取りしてると思ったら、どうやら違うみたいですよ。あ、そう、うん、通信中が温度取りしてたら、多分毎年呼んでもらえるんですよ。あだけど、寿司なんかデュークさんが多分やってやるね、はい、なんか始めるときにこういうのをやりたいな、なんで MC を通信中とデュークさんで話したみたいな始まりだったんですよ、確か。あ、でもそれ俺かもな、俺じゃない、一丁噛みしない。俺とデュークさんがなんか話してて、なんかサヌキロックコンシャムってなんか良くないですか、なんか始まったの記憶あんねんけど、あんまり週5年も前の話、それをなんかうまく通信中に入れをすり替えられたような記憶もあるんですけども、まあ、なんと今年呼んでいただけるということなので、はい、まあ、あの前回いろんな会場でいろんな音が流れているということは幸せじゃないですか。そうですね。ただ単に我々は高松にいつもうどん多くに来てるわけはないと、皆さんと音と言葉で会話しに来ているということで、今年も稲妻戦隊のブルーズサウンド、ちょっと楽しみにしててくださいということでございました。稲妻戦隊です。本番よろしくお願いいたします。お願いします。めちゃめちゃニンニク食べたよ昨日。誰？自分じゃん。俺ちゃうわ。誰？自分やん。俺じゃない、俺も食ってないよ。でもすっごいニンニク。でもさ、さっきから指さそう、せーの、これありがとうございます。多分そうじゃん。